岩穂牧水門新水門岩穂牧水門は、北海道釧路町において釧路川を仕切る水門である。人工河川である新釧路川と急流路である釧路川の分岐点にある。1931年春光の旧水門と1990年春光の新水門の二つが存在し、専門本線を走る車中からも見ることができる。 なお、水門の名前ともなった地名、岩保木の由来は、アイヌ語の岩ポキから。もともと、釧路川は釧路市街を流れ、釧路港で海に注いでいた。そのため、一び洪水が起きると、釧路市街は大きな被害を受け、港湾は川によってもたらされる土砂に悩まされることになった。特に1920年8月の洪水の被害は大きく、 串路市街は一週間以上も水没する結果となった。それをきっかけにして、翌年から赤川の付け替えや、新串路川の改作をはじめとする大規模な河川改修が行われ、1931年に新たに本流となった新串路川と、九流路との分岐点に、岩穂牧水門が設けられた。1931年に設置された、当初の水門で、 上部構造物が木造であり、その趣のある姿から歴史的な建造物としても親しまれている。現在、水門としては機能していない。全幅20メートル、高さ5メートルの扉体が2門ある。旧水門の老朽化に伴い、1985年に着工、1990年に竣工した。現在も運用中。もともとは、 釧路川を使った木材の運搬のためにも利用される予定だったと言われているが、同時期に専門船が開業し、木材輸送は鉄道によって行われたため、岩ほぼ木水門は完成から一度も開けられていない。このため、分岐点の付近は川底が干上がってしまい、急流路も川の流れが止まっている。現在では、旧水門そのものが歴史的建造物や夕日の名所として、 観光スポットになっているほか、釧路川を下るカヌーの発着ポイントとして利用されている。ありがとうございます。